滑走式ミクロトーム回転式、ミクロトームミクロトームとは、顕微鏡での観察に用いる資料を、極薄の切片にするために用いられる器具のことである。生物学、医学、鉱物学などで、顕微鏡を用いて、組織を観察する際、通常プレパラートを作成して行う。このプレパラートを作成する際には、観察を確実かつ容易にするために資料を均一かつ、 薄く切り出す必要がある。特に高倍率での観察の際には、顕著に被写界振度が浅くなる。さらに、透過型電子顕微鏡での観察の場合は、電子線を透過させる、結像原理から超極薄の資料が要求される。紙ミソリを用いて、資料を手動で切り出すなどの方法では精度に限界があるため、ミクロトームが必要とされる。ミクロトームを用いた場合、 マイクロメートルのオーダーから数十ナノメートルに至る薄さでの均質な切り出しを確実に行うことができる。特に転換察用の極薄切片の切り出しが可能なものをウルトラミクロトームと呼ぶ。水を多量に含む柔らかい資料や崩れやすいサンプルを切り出す場合、あらかじめ資料を固定し、続いてパラフィンや合成樹脂を用いて資料,料を固め、切りやすくする。 この処理のことを法米と呼ぶ。基本的な動作は、資料を繰り出し、連動して刃を滑らせて切り出すことにより行われる。繰り出す機構や精度、刃の種類は用途による。かつては、砥いで砥いで繰り返し使う鋼鉄製の刃が主流だったが、今日では研ぐ技術を持つ技術者が少なくなったこともあり、使い捨ての刃が主流になっている。 回転式と滑走式に大きく分類されている。刃が固定されておりハンドルの回転に連動して資料が連続して繰り返し上下方向に動くものが回転式。資料が固定され刃が前後方向に動くものが滑走式と呼ばれ、小さな面積の連続切片を作るには前者、広い面積の切片を作るには後者が用いられる。薄切り時の駆動方式には手動式のものと、 電動式のものとがある。病院の検査室などでは、滑走式が主流であり、回転式は、大学、企業、研究室などで主に用いられている。学習用にはマイクロメーターを用い、カミソリの刃などで切断を行う勘弁なものもある。放埋した資料の大雑把な成形には、ガラスナイフが観察用の資料の切り出しには、サファイアナイフやダイヤモンドナイフが用いられる。 ガラスナイフは既製品も販売されているが使用直前にガラス板を割って作成したものが切れ味が良い。ダイヤモンドナイフは刃渡りにもよるが数十万円数百万円程度で販売されている。転換撮影用の切片は厚さが20から50ナノメートルほどであり、ミクロトームの資料送りにも精度が要求されるため、ほとんどが回転式で電動式のものである。 資料送り自体の機構としては、機械式や熱膨張式がある。ありがとうございます。